ビタミンの D3 とか入ってるから、それってお水に入れてるんですかね。はい、あの水替えの時に入れてます。混ぜて、はい、なくなったんですけど。あ、なくなっちゃいました。はい、オッケー。じゃあ、あの両方ともなくなりました。1リットルに対して1滴ぐらい入れてるんですね。はい、そう、1リットルに対して1滴入れたってください。はい、じゃあそれは出します。それちょっとね、代謝を高める治療を今からしますんでね。抗生症者1本ぐらいで、あ、見ててもらっていいですか。ちょっと出して、そっちにお願いします。はい、いいよ。で、100万円。赤い光をちょっと体に当ててしまいますね。何なのかというと、菌糸けがい線って書いてね、もともと人間の整形外科、慢性疼痛、首が痛い、腰が痛い、関節が痛い、そういうところに当てて血流を良くして炎症を進めたり、ただし不良とか脱毛症とか怪我とかね、そういうとこあったり、まあ僕たちはちょっとお腹にガスが溜まって消化器の機能が落ちてるとかね、肺が小さくなってるから呼吸器の機能が落ちてるとかね、あとお腹当てて子宮の収縮力を少しでも高める、そういうことでちょっと2分ほど当てさせてもらいます。で、当ててちょっと、あとまあそんなにストレスかからない治療だけしたいから、それからちょっと酸素の部屋にちょっと10分ぐらい入れさせてもらいます。で、お水に入れる薬をね、出しますんで、で、それで観察してってください。観察表とかってこれだよね。これじゃあまた出しておきますからね、もう2枚ほど。こうやって書いてあるととっても分かりやすいからさ、でもしコピー取れるならコピー取ってください、もしくはあのノート起こして、はい、これをこういうふうに書いてもらってもいいですからね。気づかなくて書きますから、はい、だから肺が小さくなってるのは、だから要は黒いガス交換が行われているとか狭くなっている、肺の機能が落ちているとか、ね、ただまだ黒くなっているからね、もっとひどくなったら全体が白っぽくなってしまうと肺炎って。